J.A. ヤグリタウン元気の里は、愛知県大府市にある、日本最大級の産地直売所である。愛知地多農業共同組合の子会社である、株式会社元気の里が運営を行っている。2000年12月23日にオープンした、農と食をテーマとする都市農村交流複合拠点施設。緩やかな丘陵地にあり、周辺には、愛知県港の森公園や、 国立長寿医療研究センター、愛知省に保健医療総合センターなどの施設が立地する。主な施設には、ファーマーズマーケットやレストラン、温泉、農業研修施設などがあり、週末にはイベントも開催されている。年間の集客数は200万人を超え、東海地方だけでなく、全国でも有数の集客スポットとなっている。 開業から10周年を迎えた2010年7月16日には、出来立て館、花丸市、恵みの湯の改修を終え、リニューアルをオープンしたほか、2012年3月24日には、新たに、スクスクが、丘がオープンした。スクスクが、丘は子供連れのファミリーで楽しめる空間となっており、小さな子供のための屋外ガーデンスペースや室内、キッズスペースなども設けられている。このほか、 体験農園では野菜の収穫体験ができるほか、下半島産のもち麦や米粉を使ったオリジナル商品の販売も行っている。施設からは、大府市の美しい田園風景を見学することができ、好評を博している。また、元気の里の農産物を積極的に購入、活用している飲食店には、元気の里の野菜使ってます認定店とする認定制度を実施している。 すくすくが丘、ありがとうございます。